結構いけるな。うまいじゃないか。HQ! こちら HQ! こちらパトロール、攻撃を受けた。敵の位置は不明。これより警戒態勢に入る。了解。増援部隊を送る。警戒を強化せよ。
うまい。スネーク、あなたがいる山岳は高度が高いわ。だから大気中の酸素分圧もかなり低くなるの。酸素分圧が低下すれば当然吸入酸素分圧も低くなる。血中酸素濃度も低下するわ。つまり低酸素症を起こす可能性があるの。低酸素症を甘く見たらダメよ。最悪の場合肺水腫や脳浮腫を起こすこともあるわ。今のところその心配はいらないと思うけど、とにかく気をつけてね。つまり何に気をつければいいんだ。高地ではいつもより疲れやすくなるってことによ。ああ。スネーク、上り坂はただでさえスタミナを消耗するわ。その上、そこは空気の薄い高地よ。スタミナの消耗は今までよりもずっと激しくなるわ。スタミナの残量に気をつけて、消耗しきる前に食事をとってスタミナを回復させるようにするのよ。スネーク、マーコールをキャプチャーしたのね。ダイオウサソリをキャプチャーしたようね。ダイオウサソリは世界最大と言われるサソリよ。強い神経毒を持っているから刺されないように注意して。もし刺されたらサバイバルビュアーのキュアですぐ血清を打つのよ。わかった。で、味は？美味しくないらしいわ。そうか。そんな声出さないで。食べる以外にも利用法はあるでしょ。どんな？麻酔銃で生け捕りにして敵へ投げつけるとか。 あなた時々任務のこと忘れてない？え？スネーク、その辺りには、こんなもんか。応答せよ。こちら HQ。 こちらパトロール。敵侵入の痕跡を発見した。これより警戒態勢に入る。了解。増援部隊を送る。警戒を強化せよ。
だ。
フライングプラットフォームの全部に。ところでシギント、なんだ。シギントってのはどういう意味なんだ。シグナルインテリジェンスの略さ。シグ…フライングプラ…RPG-7 を装備しているのか。 RPG-7 は RPG-2 の後継として開発されたソ連の最新鋭携行用対戦車兵器だ。実戦配備が始まったのは1962年、つまり2年前だな。ただ携行用といってもランチャーと敵弾合わせて8キロ以上ある。移動しながら使うのは無理だろう。装備したら主観で構えるようにしてくれ。分かった。構えたらそのままでも発射できるんだが、エイムボタンを押してスコープを使えばより正確に照準できるはずだ。あとは武器ボタンで引き金を引けば発射薬でランチャーから敵弾が打ち出される。直後に団体後部の安定翼が展開し、約11メートル飛翔すると団体に内蔵された推進薬が点火、加速しながら目標まで飛んでいく。もし当たらなくても射程距離を超えるか、発射後数秒経過すると安全装置が働いて弾頭が自爆するようになっている。弾頭は成型作薬のヒートだ。330ミリの装甲を貫徹する能力があるぞ。重装甲の攻撃ヘリでも落とせるはずだ。あと敵弾は一度加工してから点火する。だから地面スレスレから発射するのはやめてくれ。つまり匍匐の状態では構えられないということか。そういうことだ。忘れないでくれよ。わかった。スネーク、また食いたいな。そのエリアにはタイコブラがいるわよ。タイコブラはとても強い神経毒を持った大型の毒蛇よ。噛まれないように注意して。もし噛まれたらすぐにサバイバルビュアーのキュアで血清を注射するのよ。動物は スネーク、登り、
あら、早かったのね。疲れているようだな。ええ、大丈夫。二役が忙しくてちょっと寝不足なだけ。その傷は？大佐に。まさかバレたのか？だったら生きてはいないわ。彼の趣味よ。人をいたぶる、人を痛めつけて快楽を得る最低の男。珍しいの？いや、俺も同じく傷だらけだ。見せて。ダメだ。この傷はどこで？こっちに亡命してから。いや、もっと古い傷だ。 NSA は内勤だろ。どこでこんな傷を？知りたい？うん。教えない。いい女に秘密はつきものよ。そんなことより急いで、シャゴホットのフェーズ2の実験が始まる。実験を邪魔しようとする動きがあるわ。フルショック。彼の軍がこっちへ向かっている。それに対抗するために大佐は部隊を集結させている。もたもたしていると警戒がさらに厳重になる。例の鍵よ。これで地下壕への扉が開くわ。その先を進めばグロズニーグラード内部へ出られる。これも持っていくといいわ。きっと役に立つはず。あとこれも。なんだこれは？21世紀の食べ物よ。宇宙航海時代のね。たまには美味しいものも食べて。あなたとキスしたらきっと獣の味がするわ。ソコロフはグロズニーグラードのどこにいるかわかるか？要塞の中心部、兵器廠よ。兵器廠は3つの建物に分かれてる。研究施設のある東棟、兵器の組み立てが行われる本棟、シャゴホットもここ。そして本島から渡り廊下でつながっている西島。ソコロフがいるのはこの西島よ。潜入するには東島から本島に入って本島の2階から渡り廊下を通ればいい。わかった。兵器廠の西島だな。でも一つ問題があって。まだか？西島のセキュリティは最高レベルなの。大佐クラスでないと入れない。大佐クラス？いい。この写真を見て。イヴァン・ライデノビッチ・ライコフ少佐、彼に化けるといいわ。どうやって？彼の服装を奪えばいい。背格好も近いから大丈夫。顔は似てないけど変装の方法は考えて。彼は東島のどこかにいるはずよ。わかった。だがソコロフを連れ出せたとして脱出方法は？上官からは君が用意すると聞いているが。ちゃんと準備してあるわ。北に30マイルのところに湖があるの。そこにウィグが隠してある。ウィグ？最新鋭の表面降下機よ。表面降下機？そんなもの俺は飛ばせないぞ。大丈夫。私は名パイロットよ。湖からの離水は厄介だ。バイクの扱いとは違うぞ。もっと繊細に扱わないと。もちろんそのつもりよ。バイクの運転を見たでしょ。分かった。脱出については任せよう。俺はグロズニーグラードへ向かう。待って、聞いておきたいことがあるの。なんだ？ザ・ボスとはどんな関係だったの？俺の親であり、
師匠だった。恋人でもあった。それ以上の存在だ。それ以上。俺の半分はザ・ボスのものだ。好きなの？そういう感情じゃない。嫌いなの？好きか嫌いか、そのどちらかでないといけないのか。そうよ。男と女の間柄はね。10年生死を共にした。とても言葉では言えない。そんなザ・ボスを殺せるの？ザ・ボスの暗殺、それがあなたの任務でしょ。スネーク、恋人は？好きな人はいるの？他人の人生に興味を持ったことはない。ザ・ボスには興味を持った？彼女は特別だ。そう。私はどうなの？君こそどうなんだ。私は任務のためなら人を好きになれる。あなたのこと。スネーク。スネーク、それじゃ気をつけて。君は？もう一人の私を演じないと。急いでるの。大丈夫なのか？それがさすがに彼らもスパイがいることを疑い始めている。あなた一人でここまで来られるはずはないもん。何か吐きましたか？いや、その前に死んだ。スパイではなかったのでは？これを見ろ。発信機？そうだ、こいつの居場所を知らせるものだ。しかし、グラーニンがスパイだったかどうかは。奴は誰かに利用されていたのかもしれん。かもしれん。こいつも同志ですよ。いずれにせよ、もう必要ない男だ。
なやり方、納得できません。納得などする必要はない。私が司令官だ。核砲弾の件。なんだ、またそのことか。軍務に報告する気か。これは戦争だ。いいか、冷戦という名の諜報合戦なのだ。スパイは見つけ出さなければならない。やるかやられるかだ。疑いの目をつむことだ。組織の結束には邪魔な感情だ。誰かが手引きしているはずだ。単独でできることはたかが知れている。必ず内部にスパイがいる。どうしよう、疑うなど。 C3 爆薬が盗まれたんだぞ。例のアメリカ人だ。いや、奴はまだこの要塞までは来ていないだろう。では一体誰が。部下を疑い出すとキリがない。ボス、どこへ行っていた。ザフィア、ジエンドがやられた。アメリカの犬め、残るはザフューリンのみか。伝説のコブラ部隊がいともたやすく。さすがだ。惚れたのか。心配するな、あの男は私がやる。やつの狙いは何だ。そこの砕けとは思えぬ。アメリカの狙いはシャゴホットの破壊と大佐が受け継いだ賢者の遺産。まさかあの遺産を。そして私の抹殺。大佐、ここの警備を強化しろ。彼は必ず来る。私はデイビー・クロケットを取ってくる。スイカ。うん。いい。ちゃんと磨いておけよ。
怪我を負った。ザ・ボスが乗っていた馬はおそらくアンダルシアンね。アンダルシアンはその名の通りスペイン産の馬よ。美しさと乗りやすさ、運動能力の高さで知られているわ。なるほど。言っておくけど食べられないわよ。何も言ってないじゃないか。でも言いたそうだった。そうか。ええ、馬を食べようなんて考えないで。分かった。楽しみが一つ減ったな。なんですって冗談だ、うん。食料を食べるには、スタッ…まずい。なんだこれ。私はザ・フューリー。怒りの炎で貴様を焼き殺してやろう。私は宇宙からの機関車。その時、灼熱の世界を見た。そこで見出したものは何だと思う？怒りだ。生きることへの憤怒だ。前にもあの灼熱のブラックアウトを感じさせてやろう。焼け死ぬがいい。
村部隊もこれで終わり。あなただけは生き延びてください。私もザ・ソロウのもとに行きます。聞こえるか？重症の治療。グラーニンの靴に発信機が仕組まれていたんだって？そいつは最近 KGB が開発したものだろう。あんたが見た通り、靴のかかとに仕掛けられるサイズの小型発信機だ。グラーニンはあの靴を例のタチアナという女からもらったと言っていた。彼女は KGB のスパイなのか？さあな。彼女に疑惑を向けるために仕組まれた偽装工作という可能性もある、うん、まあそれを確かめるのもあんたの仕事だ。そうだな。シギント、なんだ？エヴァが脱出手段として表面降下機を用意しているらしいんだが。聞いたよ。表面降下機ウィグはいわゆる表面降下を利用した飛行機と船の中間みたいな乗り物だ。表面降下ってのは要するに地面スレスレで飛ぶと地面と翼の間の空気が圧縮されて翼が持ち上がりやすくなるっていう現象だな。西側の情報機関が掴んだところによれば、ソ連はウィグをかなり熱心に研究しているようだ。主に対戦哨戒に使う機らしい。まあその手の任務にはウィグの長い航続距離と航続性能は魅力だからな。その先行試作機が実地試験も兼ねて輸送機として運用されているのをエヴァがどうにかして確保したってところだろう。ウィグの最大速度は時速700キロ以上出るらしい。航続距離も問題ない。さすがに超音速戦闘機に追撃されたら危ないだろうが、レーダーに引っかからない海面ギリギリを飛んでいけば十分脱出できるはずだ。ブラックの戦闘服を着ているな。ブラックの戦闘服は本当は迷彩服じゃない。人質救出作戦などで敵に対して心理的なショックエフェクトを与えるために考案されたものなんだ。だが
暗闇の中で着れば高いカムフラージュ率を保つことができるだろう。あと湿地みたいな黒い地面の上でも有効かもな。あんたは新しく武器や装備品を手に入れたときはまずバックパックに入れるようにしてるんだろ。だがバックパックに入れたままじゃせっかくの新しいアイテムも使うことはできないぜ。武器や装備品を使うにはまずバックパック。ザ・フューリーを倒したな。あとは分かってる。ならいい。だがそれよりも今はソコロフを連れ出すことを優先してくれ。その地下壕の奥にあるはしごを登ればグロズニグラードの内部に出るはずだ。シャゴホッドが完成したとなると奴らがいつまでソコロフを生かしておくかわからん。急いでくれ。スネーク、あんたが今着てる迷彩はファイヤー迷彩だ。ザ・フューリーが持っていた。その迷彩服には耐火能力があるようだな。そいつを着ていれば炎や爆発のダメージを半減させることができるはずだ。やけども負わずに済むだろう。ザ・フューリーが持っていただけのことはあるな。メイク、その迷彩はホーネットストライプというらしい。ザ・ペインから手に入れた。そうか。そいつはかなり特殊な迷彩らしいな。どうやら蜂の力が宿っているらしい。蜂の？ああ。その迷彩を着ている限り、蜂はもちろん雲や昼に襲われることもなくなるだろう。蜂の巣から出てくる蜂も手なずけられるかもしれないな。その地下壕の奥にある。
ついにグロズニグラードへたどり着いたな。ああ。気をつけろ。そこは敵の本拠地だ。警備の厳重さは今までの日ではないぞ。分かってる。君が目指すのは兵器廠、要塞の中央にそびえる巨大な建物だ。ソコロフはその西棟にいる。ソコロフが監禁されているエリアへ入るには例のライコフとかいう少佐の服を奪って変装する必要がある。ライコフがいるのは兵器廠の東棟ということだったな。まずは兵器廠の東棟に潜入し、ライコフを倒して服を奪うんだ。兵器廠は君が今いるエリアの北棟だ。北棟へ向かえ。スネーク、セーブ？スネーク、吸血原子雲って知ってる？いや、知らないな。突然変異で巨大化した雲が町に仮死状態で運び込まれるの。ところが雲は息を吹き返して町を破壊し出す。なぜ雲が巨大化を？言ったでしょ、突然変異を。まさか。スネーク、そんなことを気にするのは映画を一番楽しめないタイプよ。荒探しや悪口ばかりを考えて楽しみを台無しにするの。いいこと？巨大化の理由は大して重要じゃない。重要なのは巨大雲が街で大暴れすることよ。映画の醍醐味っていうやつね。